なぜ石川数正が徳川家を出て豊臣秀吉についた理由を徹底考察。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は石川数正が徳川家を出て豊臣秀吉についた理由について紹介していこうと思います。戦国時代も現代社会の人も、人の上に立つ人間はいかにしていい人材を集めるかが大切。特に戦国時代は自分自身の才覚以上にどれだけ優秀な部下を集め、いざという時に活躍してもらうのかが問われました。実際戦国時代には人材コレクターとも言うべき大名が多々いましたが、それもそのはず、いい武将を手元に置いておきたいと考えるのは決して趣味、娯楽的な意味ではなく、自身、家のことを考えても理にかなっています。だからこそ合戦の後、あるいは大名が没落すると、優秀で名を馳せた浪人のもとにはオファーやスカウトが舞い込んだものです。しかしながら、中には主君が存命でありながら出奔するケースも。それが大きな存在感を放っている家臣ともなれば、さすがに戦国時代でも珍しい話ですが、そんな出奔劇として大きな衝撃をもたらしたのが石川数正です。徳川家の重臣でありながら豊臣秀吉のもとに出奔してしまったのです。まだまだ家康が秀吉に臣従する前の話ですから、いわば敵国への寝返り。現代人が見ても衝撃的な出奔劇は、当事者である徳川家にとってはより一層大きな衝撃をもたらしたことでしょう。しかし実は石川数正の出奔劇は、その確たる理由がよくわかっていません。本能寺の変同様、結局は人の気持ちの問題ですし、書状なども残っていません。そのため歴史マニアの議論の題材として今日まで残りました。そこで今回は石川数正が豊臣秀吉に出奔した理由について、まことしやかにささやかれている説をいくつかご紹介しましょう。秀吉に見入られた説。石川数正が豊臣家に出奔したのは小牧長久手の戦いの後ですが、石川数正は徳川家康の外交官的な存在として、豊臣家はもちろんですが、それ以前から他の大名との交渉などを行っていました。そんな重責を任せられただけでも、いかに石川数正が家康から信頼されていたかがわかりますが、秀吉と外交交渉を続ける中で秀吉の才覚、技量に惚れ込み、家康から離反したという説があります。天下統一するまでの秀吉は人たらしとも呼ばれたように、言うなれば圧倒的なコミュ力を発揮して数多くの優秀な武将を手元に置きました。天下統一に向けて秀吉自身が上り調子だった時期もあったことから、長年の主君である家康よりも秀吉が輝いて見えてしまったのかもしれません。交渉の中で次第に秀吉に魅力を感じるようになり、いつしか豊臣家にという説は根強いです。秀吉の籠絡によって出奔した説。この説も徳川の外交官として秀吉と接していた点に起因するのですが、交渉の中で秀吉自身が数正を籠絡するために様々な恩賞を与えていたとするものです。秀吉としても優秀な武将は欲しいものです。ましてや当時は家康はまだまだ敵。家康から優秀な家臣を引き抜けば徳川家の弱体化につながるのは明白。そこで数正に様々な恩賞を与えることで、次第に数正の心をつかんでいったのではないかとする説もあります。当時の秀吉はもはや次期天下人として、財力も相当なものだったことでしょう。一方家康は小牧長久手の戦いでの戦費はもちろんですが、そもそも小牧長久手が睨み合いとなってしまった原因の一つに、家康の領土である東海地方の自然災害が挙げられます。特に大雨の被害は甚大なもので、戦いどころではなかったともささやかれています。いわば財政的にかなり厳しい状況だった中で、秀吉から様々なものを譲られたら、
いくら忠義の師ではあっても、次第に心が動いてしまうのも致し方ない部分もあるでしょう。対秀吉路線における徳川家中での立場の悪化によるもの。小牧長久手の戦いは、私学的見地では局地的野戦では家康が勝利したものの、その後の外交交渉は秀吉の勝利となっていることからもわかるように、小牧長久手の野戦での勝利以降は睨み合いが続き、外交戦略へと移行します。その際、徳川家中の対秀吉路線も意見が分かれました。本多忠勝らは強硬派、一方数正は融和派。外交を担当していた数正とすれば、豊臣家の力を把握していたのでしょう。また徳川の安泰という点もあったことは容易に想像できますが、強硬派からすると数正のそのような姿勢は弱腰と映るだけではなく、ともすれば秀吉と内通しているんじゃないか、秀吉にそそのかされたんじゃないかといった疑念を抱くことに。数正とすると、先にも触れたように両国は自然災害の被害も甚大で、戦を継続できるだけの余力などないとの思いもあったことでしょう。ましてや相手は並の相手ではありません、秀吉です。だからこそ和平の道を模索したものの、徳川のためを思ってのアイデアも裏切り者のように扱われては、数正としてもいい気はしなかったでしょう。結果、次第に肩身の狭くなるのを自覚していき、結局は秀吉側に寝返らざるを得ない状況になってしまったとする説もあります。信康関連説。徳川家康の息子である松平信康、関ヶ原の戦いで秀忠が遅れた際、信康がいればこんなことにはと悔やんだとの逸話や、信長がその才覚を恐れて難癖をつけて処罰させたとする説など、優秀な人材であったことがわかりますが、数正はまさにその信康の後見人。数正からすれば、父親である家康に違った結果をとの気持ちがあったのかもしれません。また信康が切腹して以来、徳川家中において岡崎派と呼ばれる信康一派から、酒井忠次ら浜松衆と呼ばれる家康派に実権が移りました。結果、数正は徳川家中での存在感が低下、外交官ではあってもいわばあくまでも使者程度にとどめられ、結局は秀吉にという説もあります。やはり武士である以上、やりがいを求めたいと思うのは当然ですが、信康切腹以降、現代社会で言えば出世街道から外されてしまったわけです。そのような状況では、かつてと同じようなモチベーションを発揮するのは難しいことでしょう。次第にもういいかなといった気持ちになったり、ともすれば裏切ることで自分自身の存在をアピールしたい、一種のかまってちゃん的な発想もあったのかもしれません。父親怨恨説。数正の父親である安政は、実は家康と敵対して失脚した経緯を持っています。その後、家康の縁戚であった数正の叔父である家斉が石川家の宗家嫡流となりました。そのため数正は長年家康の下で働いていても、結局は父親の一件もあり、石川家の亡流となっていました。当時は家の格式が問われた時代、嫡流と亡流では何かと扱いも異なったことでしょう。どれだけ頑張っても亡流、この失意が徳川家を去ることになってしまったのではないかともささやかれています。デキレース説。実は数正が豊臣に下ったのはデキレースとの説もあります。当時の徳川の情勢としては、小牧長久手以降外交戦となった対豊臣戦線において、やはり京を抑えている豊臣に分があり、いわば外交戦では苦戦を強いられていました。実際、豊臣徳川双方自らの味方を増やすべく外交戦を駆使するのですが、畿内を制圧しつつ毛利や上杉佐竹といった大大名と関係を強化、
一方、徳川としても北条や長宗我部と交友を持つなどしていたものの、やはり朝廷を抑えている秀吉に分があったのは、外交を行っていた数正にはよく分かっていたのでしょう。このままでは徳川そのものが潰されかねないとの思いから、家康と結託して出奔、豊臣側に寝返ったふりをすることで秀吉を油断させてとする説です。このように石川数正出奔には様々な理由がささやかれています。本能寺の変しかり、人の気持ちの問題なので、今後も数正が徳川を出奔した理由はなかなか全てが解明されるには至らないことでしょう。しかし、これらをあれこれ考えることもまた歴史の楽しさと言ってもいいんじゃないでしょうか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。